そうとなればじっとしてられねえ。修行だ。さっさと出かけっぞ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの。修行。ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。合宿といえば海だ。痛いわよ。決戦。カリューの鉄拳。ルーシーキック。カリューの鉄拳。
なんだルーシー、まだそんな格好してるのか。もう着替えてるって、修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よく遊び、よく食べ、よく寝る。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が。足に何かついてる。メモだ。何何？フェアリーテイルへ。丘にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ偉そうに。どうしますか？なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。行けばわかる。
グレン下流拳報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え？パワーアップといえば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、待機中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになるわよ。はあ、目が怖い。構わねえ、ありがとう、ありがとう。ギア、まだひどい激痛が。でもなんか強くなった気がするぞ。それじゃ時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手になろう。遠慮なくかかってきてくれ。七つの星に裁かれ、グランシャリオ。天体魔法フレアです。
滅竜王妃カイグレン・バクライデン。決戦ルーシー・キリエッチカリューのゴーン。よし、上出来だ。セカンドオリジン、使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分、取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになったら、また来る。大魔刀演武前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来るといいわ。